原健斗のトレーニング最高ですか。まずは膝をついて行っていきましょう。それでは皆さんぜひ真似しながらやってみてください。手は先ほどと一緒で肩幅やや広めぐらいで、足も広げてます。そしてこれはストレッチを効かせます。今は猫のようにストレッチを効かせて前に持ってくる。肘をついて、そして上を向きます。これはストレッチも効かせた全身運動にもなります。10回で1セットで行います。それではレッツエンジョイ、始め。見てください皆さん、ストレッチを効かせた腕立て伏せ、プロレス式の腕立て伏せです。これはストレッチも効きます。プロレスに大事なのは柔軟性も含まれたその腕立て伏せです。皆様見たまま真似してください。このように上に顔を上げる、これが大事です。猫のようになって肘をついて顔を見る。猫から肘をついて、そして顔を上に向きます。この繰り返しです。そうです、頑張ってください。ここからきついですよ、ラストスパートです。皆様上を見ること忘れないでくださいね。最後です、上を向くこと忘れないでください。ラスト、終了。みんなこれで十分胸鍛えられましたよね。二人も鍛えられたよね。お疲れさん。ちょっと待ってください、コーチ。誰ですよコーチ。マジか、わかった。最後の最後のトレーニングメニューを紹介するよ。先ほどと違って膝をつけないで行います。このように足を広げやすいサイズで足を広げてください。そして肩幅のサイズで手をついてください。そして先ほどと動作は一緒です。猫のようにストレッチを効かして上を向く、でここが大事です。猫のように引く、そして肘をついて顎をつくかつかないかで上を向く、この繰り返しです。猫からの肘をつく、顎をつく、上を向く、猫、肘をつく、顎、上。10回を1セットで行います。それではレッツエンジョイ、はじめ。皆様これはかなりきついです。不慣れなトレーニングになると思いますけど、真似してやってみましょう。とりあえずやることが大事です。猫のように反る、上を向く、そして猫のようにストレッチを効かせる。ストレッチを効かしてかなりここからハードになってきます。10回といえどもきつくなってきます。皆様真似してください。猫のように反ってください。6回です。ここから勝負、勝負だ、勝負だ、こっからだ。10回まで頑張れ。今日のトレーニングはここまで。これであなたも理想の体を手に入れたはずです。そこでみんなの正直な声を聞きたい。宮原健斗のトレーニング最高ですか。最高。宮原健斗のトレーニング最高ですか。最高。宮原健斗のトレーニング最高。ケントコーチのトレーニング見てくれたかな。みんなこのトレーニングを毎日やってくださいね。そしてチャンネル登録よろしく。